ジェームス・ハミルトン・バラは1869年に米国長老教会宣教師 J.H. バラにバラとディビッド・タムソンは協力して日本語と英語の礼拝を開始した。そしてその集会で淡津孔明と鈴木貫一が信仰告白して1868年5月に洗礼を受けた。また1869年2月にはタムソンにより3人が洗礼を受けた。バラはこの頃に再建した自宅に隣接し、日曜礼拝のために聖なる犬小屋と呼ばれた小街道を建てた。立身出世を目指していた青年士族が外国人教師を求めて横浜に来ていたので、日曜礼拝に出席する青年を中心として英学塾を開校した。バラの人望により、すぐに40人以上の学校になった。バラ塾には、奥野正綱、押川正義、熊野おすなな、上村正久、藤生金六、雨の森信成、本田陽一、村井友義らが入門していた。バラ塾の生徒は、1873年にブラウン塾が開校すると、進学教育を受けるために移動した。ありがとうございます。